せーの、プシュ。はい、どうも、お茶の水ニュース、ベルです。まです。はい、今回も早速やっていくんですけど、はい。今回は、予言シリーズです。お、来ましたね。はい。で、今回取り上げる予言者はですね、ババ・バンガさんです。ババ・コンガ。本名がですね、バンゲリア・パンデバ・デミトロバっていう名前なんですけど、まあ、訳しても全然バババンガにはなりませんね、はい、1911年ミストルミツァ、まあ、現在でいうマケドニアにて生まれました。そしてブルガリア人の預言者なんですけど、この預言の力を得たきっかけが12歳の時に竜巻に飲み込まれたんだよね。そして両目を失明してしまった。でその代わりに不思議な生き物が見えるようになり、未来の出来事を予知夢として見せられるようになったんだよね。もともと病弱で早死にするだろうと言われていたが、85歳まで生きたんだよね。1996年までですね。予言の的中率はとても高いです。80から 85% と言われており、そのことから残された予言は死後に国家最高機密に指定され、一部のみ公開になってんだよね。ブルガリアでは約20年経った今でも、うんうんうん、すごい尊敬されてて、バババンガミュージアムがあるんだすって、はい、あるんだすってそれぐらい国が信用をしてるさ、預言者って今まで紹介してきた中であんまいないよね。すごいなんかね、質が違う。そうだよね、本当に本物なんじゃないかっていうワンチャン、今回こそね。はいはい。で、やっぱ当たった予言ですよね。第二次世界大戦をまず当てましたと。そしてソ連の崩壊、さらにダイアナ妃の死去までも当ててんだよね。で、ダイアナ妃の死去以降は全て死んだ後の予言なんで、すごいですよ皆さん。まず 9.11 は出てます。で、その時はアメリカで鉄の鳥が双子に衝突するっていうのを言ってんだよね。まんまですよね。でさらに2011年、北半球の生活が放射能で破壊されるって言ってんだよね。これ 3.11 ですよね。はい。しかも2011年当ててんだよね、うん、でさらにイスラム国の台頭、まあ最近出てきましたからね、イスラムがすごい、はい、そして今年流行った新型567も言ってんのよこれ。だからすごい有名になったんだよね。はい。バババンガ自体は有名じゃないんですよね、もともと預言者の中としてはね。今回このコロナウイルスでかなり有名になりました。で、今年の予言もしてて、それは2020年に大きな津波が日本、中国、アラスカ、パキスタンの一部に訪れるって言ってるんですけど、これはまだ来てないです。うん、うん、今年も残すところあと2ヶ月ちょいなので、それでね来たらやばいよ、はい、本当に。そしてもう一つがプーチンの暗殺事件っていうのがありまして、まあ、これはプーチンはもう元々今影武者なんでね、まあそれはね言われてますからね、はい、これは多分当たってるんじゃないかなって思ってます。まあ、そんなババコンガさんなんですけど、正体ですよね。これネットで言われてるのはイルミナティなんじゃないかって言われてるんですよね。おー、まあ、理由はですね、予言のほとんどがイルミナティの計画と似ているんだよね。そして国家機密レベルの予言はイルミナティの計画を隠すために公開しないっていうことです。で、表に出ることがなくメディアでも取り扱われてないんですけど、仮にこのババワンガさんがイルミナティだとしたら、津波とか地震の予言によりその国の経済とかを操作することができるんじゃないかっていう話ですよね。まあ、今回はねここまでなんですけど、まあ、今までで一番なんか信用できるっていうか、うん、なんかすごいですよね。僕らも結構否定的なことを言いがちなんですけど、そうそうそう、ちょっと信用しますわ。はい。で、この人なんですけど、なんと5079年までに61個の予言をしてんだよね。まだだって亡くなってから当たってる予言があることを考えると、はい、そう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 、だから予言はまだ大量にやれます。うん、ぜひ ねこの予言を見たいという方は概要欄に貼っとくんで、そちらもね参考にしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。ちなみに外れたとされる予言はオバマが最後の大統領になるっていう予言だったよね。